これとんでもない量のタンパク質を毎日分解していますよね。250g も取ろうと思ったら、だいたい卵15個と肉を 1.2 キロ程度毎日食べなければいけません。ほぼ無理ゲーですよね。はい、日本の人にそう燃えられたとこ、みそあびです。ありがとうございます。はい、今回はこの本、タンパク質とアミノ酸全編について解説したいと思います。一流は知っているタンパク質の極意。皆さんはプロテインを飲まれていますか？このチャンネルを見てくれているハイパー健康熱心な方はほぼ飲まれているかと思います。では早速の早速ですが、今回の動画の結論を言いたいと思います。結論、この動画を見ればタンパク質の基礎知識とプロテインの正しい飲み方がわかるになります。そして著者はもちろんご存知の筋肉と栄養を探求し続ける一流の山本義則先生からタンパク質の極意を学んでいきます。やはりただプロテインをシェイクして飲むのももちろんいいですが、一流の知識を活用し飲み続けることで普通に飲むより大きな差が生まれてきます。つまりですね、少しでも早く知れば知るほどお得になっちゃう情報ってことです。それでは一流からタンパク質の極意を学んでいくために、1つ目にタンパク質はなぜ必要なのか、2つ目にタンパク質の正しい摂取量、3つ目にプロテインの注意点と飲み方について、3つの順番で解説していきたいと思います。あなたも今日から一流へ。それではどうぞ。まずは基本的なところからしっかりと押さえていきます。人が生きるために必要な5大栄養素、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル、タンパク質になります。そして特にタンパク質はこの中でも一番大事なものです。そして人間は20種類のアミノ酸を組み合わせ、様々な種類の生命活動に必要なタンパク質を作っていきます。様々と言いましたが、ざっくり2種類に分かれて、構造タンパクと機能タンパクになります。構造タンパクは皆さんの体を作る構造成分で、骨や皮膚、爪や髪、筋肉や内臓などに当たります。そして機能タンパクとして、消化酵素や神経伝達物質、抗体やホルモン、栄養や酸素を運搬するアルブミンやヘモグロビンもそうです。つまりなぜ人間に必要なのかと言われれば、人間はタンパク質でできているからです。そのため人間はタンパク質を摂取しないと病気や不調になってしまうのは当たり前の話だということです。ではどのように食べたタンパク質が消化吸収されていくのかというと、まず胃の胃酸で分解されやすい状態にし、消化酵素のペプシンでペプチノまで分解します。結構胃で勝負を決めちゃう感じです。さらに小腸に送られ、水液の消化酵素でさらに分解していきます。ここの分解はアミノ酸は先ほど20種類を組み合わせていると言いましたが、水液はそれぞれの切断要因になります。そして最後に小腸粘膜で吸収される前に、また消化酵素の攻撃を受け、タンパク質を最小単位のアミノ酸まで分解してから、ようやく体内に吸収されます。ここで一つタンパク質の吸収あるあるで、1回20から 30g までというものがありますが、結論から言うと嘘です。これどういうことかというと、人間の体はすごくよくできていて、胃に入った分はほぼ消化されます。実際に大量の肉や卵、魚などを食べても消化率は 95% 以上と言われます。つまり胃に入った分だけ消化吸収できる量ということで、それまでにタンパク質っていうのは消化酵素の多さから見ても取りこぼしを絶対に阻止したい貴重な栄養素だということがわかりますよね。とここまでタンパク質が必要な理由は分かったけど、じゃあ1日どれぐらい取ればいいのかについて、次は正しい摂取量について見ていきます。タンパク質の正しい摂取量ですが、これ早速結論から言うと、一人一人が違います。そして日々必要量は変動します。例えば筋トレする人やストレスが多くかかる人は、その分必要量が増えていきます。ではどのようにタンパク質の必要量が決まってくるのかというと、細胞が常に行っている神経の入れ替え、代謝回転によって決まっていきます。代謝回転とは、古い細胞を壊す以下と新しい細胞を作る同化になります。これ一般的な成人男性の場合だと、筋肉と皮膚で 32g、 肝臓で 25g、 血栓で 22g、 ヘモグロビンで 8g、 そして骨や腎臓、心臓で 165g が代謝回転で入れ替わっています。つまり1日 250g 近くのタンパク質が必要になってくることがわかります。これとんでもない量のタンパク質を毎日分解していますよね。
250g も取ろうと思ったら、だいたい卵15個と肉を 1.2 キロ程度毎日食べなければいけません。ほぼ無理ゲーですよね。しかし人間の面白い部分で、体内にはアミノ酸プールと呼ばれる分解したアミノ酸を再利用できるように肝臓や血管に存在しています。アミノ酸プールからの再使用率は文献により様々ですが、70-80% と言われています。例えば 80% が再利用されるとするなら、1日 250g の 80% で 200g が再利用されます。ということは残りの 50g を毎日体外から摂取できれば OK だということになります。とここがよく言われるタンパク質の摂取量は体重 ×1g がいいよと言われる根拠の部分になります。じゃあなんだ、そこまで無理して体重 ×2倍まで取らなくてもいいのかと思われたと思いますが、前回の動画で糖質について解説しましたが、タンパク質の摂取量に大きく関係していきます。どういうことかというと、糖質の摂りすぎによる糖化が働くと、糖質がタンパク質と結合し使えなくなる話をしました。そして糖化の対象になるアミノ酸はアルギニンやリジンなどが使用不可になると言われます。つまり体内のアミノ酸の濃度が減る、イコール人体でのタンパク質利用率が減るになります。またストレスを多く感じたり筋トレをしている方は、よりホルモン合成や筋合成が活発になっているため、タンパク質の需要量が上がってきます。という意見も踏まえて、1日のタンパク質量を考えていくと、体重 ×2.2-2.3g 程度がベストではないかと言われます。つまり60キロぐらいの人なら1日 130-140g 程度取れば OK ということです。ここら辺が糖化リスク的にも健康や筋トレ的に見ても一番効率のいいタンパク質摂取量になります。またよく懸念されるタンパク質の大量摂取ですが、腎臓に問題がなければ体重 ×4.4g までは安全と言われます。しかしある実験で 1.8 倍と 4.4 倍の群に分けて調査をしたところ、体重、女子房体重、体脂肪率はさほど差がなかったと報告されています。つまりタンパク質を取れば取るほど良さそうですが、意外とそうでもないようです。あと糖質の悪い部分ばかりを言いましたが、糖質を取ることで体内のタンパク質を分解して糖質を作っていく糖新生の割合が減少します。要は糖質を取ることでタンパク質の摂取量を節約できるということです。また糖質を取ると大量にインスリンが分泌します。実はインスリンこそが筋肉を増やす最も重要なホルモンになり、それは細胞に栄養を引き込む作用があるためです。つまりダイエット中に糖質を減らす場合は、普段よりもタンパク質を多めに摂り、普通の日常では糖質を多めに摂っていればタンパク質は少なめでも OK と言われます。ここら辺の量の塩梅は個人個人で見極めていく必要があると思いますが、1日の必要量が変動していくということは覚えていても損はないと思います。では以上、これまでの話を踏まえた上で、次はプロテインの注意点と飲み方について話していきたいと思います。ではまず、そもそもにプロテインを飲む必要性ですが、必ず飲む必要はありません。あくまでもプロテインは栄養補助食品であり、食事でしっかりと満たされていれば摂る必要はありません。どういうことかというと、先ほどの例で体重60キロの人なら 2.3 倍のタンパク質を摂るとして 140g とします。食事で 140g のタンパク質を摂れているのであればプロテインは必要ありません。仮に食事で 70g しか摂れなかったとしたら、プロテインを 70g 補う必要があるイメージです。ですがプロテインを使用していくことで、簡単に日々の摂取量を満たすことができ、またサプリだからこそのメリットも多く存在します。そういうのを考えていくと、摂るのが得策になります。またプロテイン選びの際に、ホエー、ソイ、カゼインなど種類がありますが、特別な理由がなければホエー一択になります。他の種類に比べて筋肉量を増やすデータがあり、また活性酸素や重金属などを排出するなどの免疫力を高めるグルタチオンの材料が多く含まれているのが理由になります。そしてプロテイン摂取量の注意点ですが、先ほどタンパク質の消化吸収に関して胃に入り消化できた量と言いましたが、体内でのタンパク質合成の部分で見ていくと、1回 40g が最大の結果と報告されています。
しかもこれ面白いことに筋量の差はほとんどなくて、ほとんどの人が 40g を取った時にタンパク質の合成が最大になったそうです。 40g が1回の目安で OK と思います。そしておすすめの取り方タイミングですが、まずは起床直後は血中のアミノ酸濃度が低下しているため、素早いプロテインの補給が有効になってきます。そして筋トレ開始1時間前などに取ると血中のアミノ酸濃度を高めるため筋分解を防いでくれます。また筋トレ後すぐに取るのではなく、数分経って筋肉から内臓へ血流が戻ってきたタイミングで取るのが消化不良を防ぐベストなタイミングになります。そして筋トレオフの日や、そもそもに筋トレをされてないという方は、食事の間に25から 30g 程度のプロテインを取っていくのがおすすめと言われます。もう一度言いますが、あくまでもプロテインは食事とのバランスで量が決定していきます。ぜひ有効に使って毎日満たしてください。はい、ここまでタンパク質とプロテインの必要性は分かっていただけたでしょうか。やはりプロテインほど安く吸収も早く簡単にタンパク質を補給できるものなので、積極的に取っていきたいところです。タンパク質といえば構造タンパク、筋肉や皮膚などの外側の部分ばかりが注目されがちですが、意外と機能タンパク、ホルモンや神経伝達物質といった感情や集中などの心を作っていく材料としても必要になります。ぜひこの人間が生きていく上で最も必要な栄養素、タンパク質を毎日確実に満たしきり、心身ともに最高の状態で日々を過ごしていきましょう。それでは日本のチャンネルさん、また明日。